はいどうもこんにちは、こんばんは、しばです。今回は PS5 の録画機能で撮影した動画を PC やスマホに送る方法について解説します。ちなみに説明欄に動画の目次を記載していますし、ブログの方でもこの動画と同じ内容を解説しているので、うまく活用しながらチェックしてみてください。まず最初に PC やスマホに動画を送るために必要なものについて解説していきますが、 USB メモリがあれば PS5 で録画した動画を PC やスマホに送ることができるようになっています。 PC に動画を送りたい場合はこちらのような普段よく見る USB メモリを使用してもらえれば OK なのですが、スマホに動画を送りたい場合は USB 端子だけでなく、ライトニング端子やマイクロ USB 端子、タイプ C 端子というように切り替えて使用することができる USB メモリを使用するのがおすすめです。こちらを使用すれば iPhone だろうが Android だろうが PC 不要で簡単に PS5 の動画をスマホに保存することができます。新しく USB メモリを購入するのであれば、こちらの製品が汎用性が高いので非常におすすめです。今回はこちらの製品を実際に使用して解説していくので、同じ製品を使用してスマホに動画を送りたいと考えている人は説明欄の製品リンクからチェックしてみてください。次に PC やスマホに動画を送るための注意点について解説していきますが、 PS5 で動画を録画するときはファイル形式が WebM と MP4 の2種類から選択できるようになっています。MP4 の場合はほとんどのメディアプレイヤーやモバイルデバイス、ブラウザに対応しているので、 MP4 で動画を撮影している場合は特に問題はないので気にしないで OK です。ただ WebM で動画を撮影している場合は MP4 と比べると互換性が低くなっており、スマホや PC が WebM に対応していないのであれば動画を再生できなかったり、動画編集ソフトが対応していないのであれば読み込ませて編集することができなくなっています。なので WebM 形式で動画を録画してしまった場合は、 WebM 形式に対応しているスマホと動画編集アプリ、もしくは PC と動画編集ソフトを使用するようにしてください。もしも録画する時の設定を変更して録画し直したい場合は、説明欄に PS5 で録画するやり方を解説した動画リンクを記載しておくのでチェックしてみてください。必要なものの準備と注意点を確認することができたら、 PS5 で録画した動画を PC やスマホに送る方法を確認していきましょう。まずは PS5 に USB メモリを接続してください。ちなみに今回使用している製品は USB 2.0 で接続するタイプなので、 PS5 の前面の USB 端子や背面の USB 端子のどっちに接続しても OK です。USB 3.0 で接続するタイプの USB メモリを使用する場合は、背面の USB 端子が USB 3.0 の端子になっているので、背面側に接続すると転送速度が速いのでおすすめです。 USB メモリを接続することができたら、 PS5 ホーム画面からメディアギャラリーを選択してください。次に画面左にある複数を選択を選択してください。すると複数の動画を選択することができるので、 PC やスマホに送りたい動画にチェックを入れて横3点マークを選択し、 USB ドライブにコピーを選択してください。すると確認画面が表示されるのでコピーを選択しましょう。するとコピーが始まるので終わるまで待ちます。コピーが終わるとこのような画面が表示されるので OK を選択してください。USB メモリに PS5 で録画した動画をコピーすることができたら、まずは PC に動画を送っていきましょう。ちなみにスマホでのやり方はこの後に解説するので、必要であれば動画目次からチェックしてみてください。あと自分は Windows 10を使用しているので、 Windows 10でのやり方で解説していきます。まずは PS5 に接続している USB メモリを取り外したら、 PC に USB メモリを接続してください。次に PC の使用によって状況が変化しますが、 USB メモリを接続すると勝手に USB メモリ内に保存されているファイルが表示されます。もしも表示されない場合は PC をクリックすると No Name という名前のデバイスがあります。ちなみに使用している USB メモリによって名前は異なるので注意してください。実際にこちらをクリックすると USB メモリ内に保存されているファイルを確認することが可能です。次に PS5 というフォルダが作成されているので、こちらをクリックしてください。次に Create というフォルダがあるので、こちらをクリックしてください。次に Video Clips というフォルダがあるので、こちらをクリックしてください。次に録画したゲームの名前でフォルダが作成されているので、こちらをクリックしてください。するとコピーした動画を確認することができるので、 PC 内の管理がしやすい場所にドラッグ&ドロップで動画を移動させるようにしてください。
ちなみに USB メモリがあれば PS5 のセーブデータをバックアップすることができるようになっているので、万が一の時のためにバックアップをしておくのがおすすめです。今後 PS5 のセーブデータをバックアップする方法を解説した動画を作成する予定なので、バックアップ方法が気になる人は説明欄の動画リンクをチェックしてみてください。次にスマホに動画を送る方法を解説していきます。ちなみに自分は iPhone を使用しているので iPhone でのやり方を解説していきます。まずは PS5 に接続している USB メモリを取り外したら、スマホに USB メモリを接続してください。ちなみに今回自分が使用している USB メモリを使用している場合は、説明書が付属されているので、そちらを確認しながら使用しているスマホの接続端子に合わせて端子を切り替えたり、接続する向きなどを確認するようにしてください。ここからは iPhone の画面で解説していきますが、ファイルというアプリがあると思うので、こちらをタップしてください。Android の人は申し訳ないですが、自力で USB メモリの内容を確認する方法を調べるようにしてください。ファイルをタップするとこのような画面が表示されるので、ノーネームをタップしてください。すると接続した USB 内に保存されているフォルダを確認できるのですが、この中に PS5 というフォルダがあるので、こちらをタップしてください。次に Create というフォルダが表示されるので、こちらをタップしてください。次にビデオクリップスというフォルダがあるので、こちらをタップしてください。次に録画したゲームの名前でフォルダが作成されているので、こちらをタップしてください。するとコピーした動画を確認することができます。しかし使用しているスマホが WebM 形式に対応していない場合は、赤枠の動画ファイルのように表示されてしまって、タップしても動画を再生することができなくなっているので注意してください。それでは USB メモリからスマホに動画を送っていきますが、送りたい動画を長押しするとこのような画面が表示されるので、共有をタップします。次にビデオ保存をタップするとスマホに動画を保存することができるので、スマホ本体の写真フォルダを開いて動画を確認してみてください。ちなみに USB メモリがあれば PS5 のセーブデータをバックアップすることができるようになっているので、万が一の時のためにバックアップをしておくのがおすすめです。今後 PS5 のセーブデータをバックアップする方法を解説した動画を作成する予定なので、バックアップ方法が気になる人は説明欄の動画リンクをチェックしてみてください。はい、これで今回の動画は終わりにしたいと思いますが、このチャンネルではこういった感じで PS5 の使い方や各種設定方法、録画や配信に必要な機材の情報、これからゲーム実況を始めたい人向けの情報など、実際にゲーム実況活動や YouTube 活動をしているからこそ分かる情報を発信しています。もし参考になったらチャンネル登録していただけると、今後もこういった情報を発信していくので、すぐにチェックすることが可能です。ちなみにブログの方でも今回の動画の内容について解説していますし、説明欄に動画に関連する各リンクを記載しているので、気になる人はチェックしてみてください。最後までご視聴いただきありがとうございました。またね。